お時間となりました。本日はこの記者会見の前に、はじめに民主党代表選合同記者会見を開催するに至る経緯に関しまして、この社団法人自由報道協会の上杉隆代表より皆様に5分ほどご説明をいたします。その後、候補者の方お一人10分程度お話をしていただきまして、その後に質疑応答へと進めさせていただきます。かしこまりました。本日の候補者お越しいただいています方、皆様に資料をお配りするということでございますので、たまたま今よりお配りいたします。どうぞお手元にお持ちくださいませ。お一ついただいておりますのが、民主の原点赤松弘隆さんの資料をお一つ頂戴しております。それでは皆様、そちらお手元にお持ちいただきながらお聞きいただきたいと思います。この社団法人自由報道協会の上杉隆代表より、この民主党代表選挙合同記者会見を開催するに至った経緯につきましてご説明をさせていただきます。本日ご到着でございます。じゃない？大丈夫ですか？はい、社団法人自由報道協会代表の上杉隆です。今回民主党代表選の合同記者会見の開催にあたって何点か確認と、そしてこちらからのご報告がありますので、最初冒頭時間を5分ほどいただいて説明させていただきます。まず民主党代表選、公職選挙法に準ずるという規定通り、公職選挙法の適用は受けないものの、その趣旨でということで、できるだけ公平均等にという機会を候補者に与えるという趣旨に、私どもの協会も乗っ取ってこの合同記者会見を主催させていただくということになりました。そこで経緯を申し上げますと、まず最初に民主党党本部の方に正式なルートで申し込んだところ、事実上各候補者からのこの会見への出席要請などを独自でやっていただきたいと。というのも、代表であられる総理日程、野田候補者の日程が取りにくいということで、その趣旨に従って各陣営の方にこの会見への出席をお願いしました。